大丈夫むっちゃん。やべえ、曇ってて映えない。ゆうちゃんちょっとリーゼントだな。日本じゃないみたい。うん、なんか海外のドラマに出てきそう。イギリスかなんかで走ってるみたい。やってきました、うん、多分ね、タッピ岬の二の舞になるんじゃないかと思ってハラハラして来てるんですけど、はい、大映え灯台、はいはい、でも完全防備でね、この今日はあったかい格好して、もう全身防寒ですよ。珍しいよ。そうですね、うん、こんな感じのスタイルで行ってみようと思います、はい、行ってみます。なんか映り込んでるけど。あ、まあマイクね。そう、はい、ちょっとね、タピ岬の本当二の舞が怖いので今日そうちょっと初だね。初これをちゃんと使うという、はい、いう感じで、はい、行ってきます。行ってきます。今のところ風そんなじゃないよね、はい、まあそれなりに吹いてますけど、あの風の状況が分かるように私今日髪の毛完全下ろしていきたいと思うので、風の状況によってはちょっとむっちゃん前後ろみたいなねタイミングだと思うんですけど、まあ風の目安にしていただければと思います、うん、あれ灯台見えてきたんじゃない、あれそうじゃない、あ、これだね、大映え灯台。ほう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 、やべえ、曇ってて映えない。これさ、灯台でもさ、うん、なんか珍しい形じゃない、なんか不思議な形してるね。ねえ、多分さ、ここの灯台ってさ入れると思うんだよ、中に入れないでしょ。本当？うん、すごいね、はい、ここ大映え花はいくつま…え、なんて思うこれ、なんだっけ、行き着き島の北端に位置し、はい、海と空が溶け合う雄大で素晴らしい景観が眺望できます。はい、大映えの映えとは海に突き出した岬状の岩礁を指す方言。へえ。断崖の北側海岸に広がる岩礁が大映えということみたいですね、はい、いやー大丈夫むっちゃん。そんなでも息できるからそんなすごくない、大丈夫。そうなの、あー上行こう。ちょっとたまにできなくなったりとかするよね。ここ上まで来ると全部受けるからすごいよね、それなりにね。うわあ、力ってすご
いですね。すごいね。自然の力ってやっぱね、半端ねっす。いや、どっちがパワーあったかって言ったら、タピ岬だと思うけど、ここもすごいよね。いや、2番目にすごいと思います。はい。はい、いやー、綺麗だわ。これ晴れてたらもっとすごいんだろうね。なあ。でもやっぱ色のコントラストがすごいな。風もすごいな。すごいね。日本じゃないみたい。うん。なんか海外のドラマに出てきそう。イギリスかなんかで走ってるみたい。うん。ガンちゃん、この先さ、うん、道がないように見えるんだけど。本当だ。ちょっと怖いんだけど。あの後急に下がるの？下がるのかな。どうなんだろう。牛の道になってるのかな。牛。すぐカーブか。水色の橋って珍しくない？そうだね、赤い橋とか白いのは見るけど水色って見ないね。ね、面白いね。うん。あー、こうやって見ると向こうまで全部繋がってて、すごいね、向こうが見えないんだよね。伏見稲荷大社みたい。やってきました。はい、聖フランシスコザビエル記念教会。はい、行ってみましょう。駐車場は 50m 入ったところに駐車場が無料でありますので安心です。もう早速すごいね、色が。うん、独特の色だね。ねえ、白じゃないんだ、面白い。うん。さあ、すごい中ね、ちょっと撮影もちろんできないんだけど、素敵だったね。うん、ザビエルっていうとさ、なんかみんな教科書のイメージでさ、なんか頭はげちゃってる人とかさ、いろいろ言ってるけど、うん、きっとすごい人だったんだろうね。ガッちゃん、ここはあれですよ、朱色っぽい感じの橋。うん、橋もいろいろあるね。やべえ、橋がバンクベッドでほぼ見切れちゃってる。マジか。さすがゆうちゃん。ゆうちゃんちょっとリーゼントだな。